ごきげんよう。そして、おはようございます。名阪間の鉄道を取材する旅。二日目は、難波からスタートです。せっかく難波まで来たので、昨日はさっくりと終わらせた、ターミナル見物に勤しんでおります。1時間ほど過ごしました。さて、ここからは旅のメインディッシュ。大阪難波駅から、名阪特急、火の鳥に乗車します。乗るのはもちろん、プレミアム。プレミアム車両の売りはなんといってもこのシート。電動リクライニング機能付き。前後間隔はかのグランクラスにも匹敵します。列車は大阪難波を発し、名古屋に向かいます。大阪上本町、鶴橋に泊まると、三重県の津まで泊まりません。先頭席もいいですが、大窓の列車は後ろの席も楽しいです。一番後ろなら、後ろに見られている感じもしないですし。大和川までは関西本線と並行に進みましたが、ここから南に離れて進みます。名阪特急火の鳥は、近鉄難波線、近鉄大阪線、近鉄名古屋線を経由します。終点は関西本線、近鉄名阪特急ともに名古屋と難波ですが、大半の区間では離れた地域を経由します。残念ながら奈良県内の映像を撮っていなかったので、大阪線から名古屋線に入る中川連絡線を映しています。平面交差はロマン。紀勢本線と並び、しばらく進む途中です。炭鉱機派かわいい。四日市のあたり。近鉄から見ると結構大きい都市。四日市の市内から関西本線との並行区間です。近鉄沿線の方が栄えてますね。紅葉光景は関西本線の方が楽しめます。関西本線との立体交差。桑名付近、初回でもお伝えした線路幅が3種類踏切を標準機で通過。橋に向けて右にカーブ。木曽山線を渡ります。関西本線と並走すると、間もなく名古屋です。火の鳥から望む名古屋車両区。
トンネルに入ると近鉄名古屋駅に到着です。近鉄線を西から東まで乗りました。東海道線経由は以前乗ったことがありますので、これで名阪間の主要連絡路線は乗り通したことになります。名古屋の玄関口、名古屋駅桜通り口の様子です。名駅名物、名鉄百貨店の広報部員ななちゃん、最近、入院して不在だったようです。続いて、名駅名物名鉄名古屋駅。中京圏を代表する大手私鉄の中心駅にもかかわらず、3面2線のみの狭い駅です。多種多様な駅先と種別の電車が高頻度で発着します。電車が好きな方なら、駅の隅っこで腰掛けてるだけでもかなり楽しいです。過密ダイヤなのは来訪以前にも知っていましたが、近鉄と地下鉄に挟まれた狭いスペースを効率的に活用しているのが、訪れてみてよくわかりました。ドア位置をずらして待機列を整理したり、乗車ホームと降車ホームを分離したり、それだけならよその駅でも見られますが、入り口専用と出口専用の改札口をいくつも設置して、乗降客の動線を極力一方通行にしようという工夫も見られました。もちろん動線が交錯する場面はありますが、鉄道駅としてはハイレベルではないかと。ただ、地の利のない利用者にとっては初見殺しの塊です。この動画を見て、初訪問しようと思われた方には、相応のご覚悟と予定の余裕を、ご用意の上ご利用ください。ダメな時には諦めて金山駅を利用する選択肢をお選びください。さて、名鉄初乗車をしてすぐ戻ってきます。琵琶島分岐点。昔はデルタ線の内側に民家があったらしい。神尾台で降りて、改札を出てすぐ入ります。再びの名鉄名古屋。名駅で昼食。味仙の台湾ラーメンです。味仙の創業者が作った名古屋のご当地ラーメン。とても辛いです。さて、帰路に着きます。本日3度目の名鉄名古屋。名古屋本線、快速特急、豊橋行き。特別車に乗って豊橋に向かいます。名鉄特急には特別車が設定されており、全席指定リクライニングシート。他社の有料特急と同等の設備です。利用には特別車両券、ミューチケットが必要です。この快速特急は一部の車両が特別車で、後ろには一般車と呼ばれる、追加料金がいらない通勤型車両を連結しています。名鉄の特別車は、関東でいうところの普通列車グリーン車、関西の新快速 A シートに近い存在です。映像は高架化工事真っただ中の治癒駅です。電車は三河をひた走り、伊那駅を過ぎました。ここから先は、名鉄名古屋本線と JR 東海飯田線の共用区間です。同じ線路を JR と名鉄双方の列車が走ります。副線の内山側の線路が名鉄所有、海側が JR 東海です。
なぜライバルの2社が線路を共用しているのかと言いますと、もともと飯田線は私鉄で、名鉄の前身の会社と協力し、線路を単線ずつ出し合って豊橋に乗り入れたのでした。後に片方が国鉄に買収されて、今に至るというわけです。豊橋駅は国鉄 JR の管理となり、名鉄には1線しか割り当てられていません。鉄道経営シミュレーションゲームを遊んだ方にはわかるかと思いますが、一線の終端駅ってネックにしかならないんですよね。そんなわけで、名古屋本線伊那豊橋間は急行より上の種別しか入りません。豊橋駅に入線するところで東海道貨物に抜かされます。豊橋に到着です。名鉄名古屋で入場した IC 乗車券で JR 東海の改札を出ます。新幹線に乗り換え、のぞみの手厚い歓迎を受けます。なげー。最速で帰れる光を見送り、各駅停車の小玉で帰ります。のぞみや光はそこそこ乗ってますが、小玉はガラガラ、ゆったりと帰れます。日も沈みかけで、富士山は拝めそうにありませんが、東海ご自慢の加減速性能を堪能します。小玉は、のぞみや光の進路を塞がないよう、裏が普通さながらのキビキビとした走りをします。のぞみが通勤電車並みの本数で知られていますが、小玉こそあの優先形顔で通勤電車の走りをします。浜名湖です。遠くにある橋木になる。乗ってる間にもう真っ暗です。富士山は当然見えません。静岡県内最後の駅、熱海。小田原を過ぎると街明かりが途絶えない印象。武蔵小杉は夜間でもわかりやすい。大崎を過ぎるといよいよ都心を感じさせます。品川だー。うっすら見えるゲートウェイ。玉木センター東京タワーで帰ってきたのを実感します。昨日ぶりだけど山手線だー。ああ、旅が終わる。東京に到着。というわけで名阪取材旅、これにて完結です。また次の機会があれば一緒に旅に出ましょう。その日が来るまで、ごきげんよう。